パシアス。自分に自信を持つって、自分を愛するって、すごくみんな難しく考えすぎてるんだと思う。昔は僕もすっごい難しく考えた。どうやったら自分のことが愛するんだろうって。あ、自分を愛てる人たちってなんだろうな、やりたいことしかやってないし、ある意味自分にすごくわがままだし、ね、嫌なことは嫌だってはっきり言うし、やりたいことはもう周りをほっといててもやっちゃうし、大変ね、巻き込まれてね。大変、めっちゃ大変、もう、大変大変、かわいそう。飼育員だからしゃあないわ。ぐらい自由に生きてるかな。自由人が多いかな。自由人になろうと思って自由人になったわけじゃなくって、自分を大好きになろうと思ったら自由人になった感じかな。確かにいい意味で脳内お花畑。そうそう本当そうだよ。そうそう。頭の中、あ、花畑って。そう、本当にこうできる人ってバカになれるんだと思う。仕事もよくできる人とか、その何か偉業をなせる人って本当にバカができるんだと思う。いい意味でこう自分をさらけ出せる、周りの人たちを見ててね、私は単なる天然のバカだから。しゃあない、精神年齢5歳だ。天然のバカだから、こんな生き方して笑ってられんだよ。そんなめちゃめちゃお金に困りすぎることもなく、ね、適当に仕事して、ね、おはようって言った瞬間寝て、いつ仕事してんのっていうぐらい、本当に。